じゃーーーまあエンリケっていう人のなんかあの話がすげー出るっすよでなんか炎上してるのが法に触れてることもあるらしいけどなんか出資法違反とかなんかそっちの方まあそっちの方はまあそれはまあねあれなんでしょっていう話なんですけどそれはまあ悪いんでしょっていう話なんですけどまあそれはどねそれは悪いかどうか警察が決めるんであの警察というかまあ裁判所が決めるんで ねそれをねあの犯罪かどうかってあの素人判断でする話じゃないんでそれはもう別に俺は知ったこっちゃないんですよそんなもん俺はね裁判官でもねえしあのー、警察官でもねえしなのであのー、僕がそこを判断するしないっていうのは別にねできる話じゃないんでそこの話は別に置いといてシャンパンバーの件なんですけど知ってます自分がが経営しててるシャンパンンパサロンででお客さんが急性ある中で亡くなったったいう話 なんですけどこれってこのシャンパンサロンの、えー、と俺携帯を知らないんですけどどういう携帯で営業をしていたのかを知らなくてそれをちょっと皆さんに聞きたいなと思って多分俺よりみんなの方が詳しいだろうなと思ってえっ、ー、とキャバクラみたいな感じでせあの各ボックス席みたいなのがあってそこのボックス席に、えー、とお客さんが座ってそこにキャストが付くみたいな感じでいいんですか ボックスはないみたい接待はしないんだよねえだとするとさその人が自分で飲んだっつう話でしょ自分が調子に乗って飲んじゃってそれで急性アルチューになっちゃったっつう話でしょエンリケっていう人が責任取れって言われてる理由がわからんくないなんでそれでエンリケが叩かれる、ね、エンリケがなんか遺写料を払えみたいな話になってるそれが全く意味がわかんなくてさ、ああ救急車を呼ばなかった 裏で放置してたあ、なるほどねその事件の後に海外旅行で遊びまくってた裏が狭い更衣室でエアコンもない部屋で何時間も放置されたからエンリケさんの知り合いでかつ倒れたのを聞いたのに放置して旅行に行った密室に閉じ込められたら閉じ込めたらそれで犯罪適切な処置をしていなかった店の監督責任ってこと いやまあでも店の監督責任は正直まあもしただ飲んだくれただけだったら別にそこの監督責任っていうのは別に関係ねえっていう話なんだけどそういう話なのねでそれっていうのはエンリケ本人も認めてる部分なの休ませてたってことで認めてるああなるほどね最初の謝罪動画で自白したから豚がけした豚ってあの豚さんっていう人ねなんかご主人かなんかねああそれで納得したわ俺も。 酔いが冷めるかと放置してたのは認めてた11日に改めて掲載された謝罪動画ではエンリケはスーツ姿で登場この場をお借りして亡くなった Y さん Y さんのご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げますとシャンパンサロンでの死亡事件に言及しサロンの閉店を発表したなるほどねあーまあでもそれだったらわかるわなるほどねあそれで炎上してるっつう話かえー、でもその人は何歳の方だったの 30代バー系あ30代なのえでもそうなってくるとさ30代で飲み方まだ知らんのっていう話まあまあそのね亡くなった方を悪く言うのは嫌だけどえでもその人はなんでさそんなにいっぱい飲んじゃったのエンリケさんに盛り上げてって呼ばれたんじゃなかったあーなるほどねもともと来るはずだった人が来なくて手伝いのために来て盛り上げるために一揆した 飲み要因あーなるほどね。飲み要因的なことを盛り上げ要因で呼ばされ呼ばれて飲まされた。あーなるほどね。俺だから単純にさなんかこう接客を伴わない飲食業だとだったとしてそれで客が一人飲みすぎちゃっただけだと思ってたんだよ。 でそれをなんかエンリケのせいだっていう話になってると思ってたんだけどあそういうことじゃないのねその後1週間後に海外旅行行ったから叩かれてる休憩させた部屋子もエアコンなくて暑かったその場の空気で飲まされるとかある、うん、でも俺は基本断るけどねうん従業員が亡くなって旅行に行って店の人に口止めしたことが後からバレたああなるほどねはあ、はあははあ、そういうことか まあだだから裏でこそこそやるのっっててくないってことだよねまあまあでもそうかそういうことだったのねあだったらまあまあ炎上するのも納得かまあ炎上っていうか慰謝料払えっていうのも納得かうーんまあ納得っていうかそれを別に外野が言う話じゃないけどねでもやっぱりえでその現場にエンリケはいたのところでその亡くなった方がいた時に。 エンリケが現場ににいたのそのそお店にあいいたんだ、うんだ豚さんもいたあ,あそうなんやまあでもどっちにせよどっちにせよまあ外野がガタガタいねあの慰、ー、謝料がどうこうとかっていう話を外野が口挟む話じゃねえからうん。でやっぱりねあのー、そうね人が亡くなった話になんかそこをさ 引っ張り出してさ外野がガタガタ言うのって品がなさすぎないっていうまずねうんだから誹謗中傷コメントしてる人たちちょっと品がなさすぎるなっていう品性下劣がすぎるなっていううん誰も見に行ってないから発見が遅れたらしいああなるほどねうんまあじゃあそこに関してはじゃあ確かにその責任はあるってことかなるほどなるほど あまあでもこれで納得したわその話はまあでもねどっちみちそうとにかくあのー、僕がまあ言いたいのは炎上話見っけちゃそいつの SNS 飛んでっちゃもしくは YouTube 飛んでっちゃそこのコメント欄になんかああでもないこうでもない書き散らかしてる人たちってなんかやばいなっていう, <laughs> うんところで思うかな俺はうんまあでもあのー 皆さんはね、あの何、ー、ですか、エンリケさんの動画に行って、あのあでもない、こうでもないってコメントしたり、あのー、なんだっけ、豚さんっていう人のね、インスタグラムに行って、誹謗・中傷コメント書き散らしたりみたいな、そういうことは絶対やめてくださいね、本当に。に。ちなみにあのなんか、あのこれ、定期的にこの話するんですけど、誰かが亡くなったときに、ご冥福をお祈りいたしますってあんまり使わない方がいいよ。 このご冥福ってどういうことかっていうとメイドっていうのはまあ仏教の考え方なんですよ死後の世界のことをメイドっていうんですけどまあそのメイドで、えーとね、幸福が待ってますようにっていう,、うん、<laughs> そう天国に行けますようにっていうことなんだよねそうするとまあ相手が宗教があのどういう宗教かわかんないもしかしたらクリスチャンかもしんないしうんそうそうっていうね、うん、だからそういう意味でご冥福じゃない方が多分いいですね、うん ご愁傷様ですはえっ、ー、とねそれに関してはねちょっとまた難しいところなんだけどご愁傷様ですっていうのは結構割と,、えー、と近しい存在の人が使う言葉なんじゃなかったかな確かニュアンスとしてはだから一番当たり障りないのは「お悔やみ申し上げます」とかの方がまあ当たり障りないかなっていう。だからお悔やみ申し上げますが一番 こうなんかかこうフラットでこうフラットに使える言葉かなっていううんうんうんっていうね、うん、なのでそうできればご冥福をお祈りしますよりもあのお悔やみ申し上げますの方がまあ良いかなっていうでご愁傷様っていうのはちょっとねで立ち位置もねちょっと微妙なんだよねこれあのご愁傷者様って声をかける時って その自分のその相手との距離感がどうなのかなっていうところが結構微妙に関わってきたりするんでなのでそこはちょっとまあ一つ一つあのうん知っとくと知っとくといいかなっていうだって相手がクリスチャンだった場合はご冥福のっていうご冥福っていう考え方がそもそもないんだからうんそうメイドっていう考え方がそもそも仏教の考え方だからねまあ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 そういうことですはい。